山寺です、今からですね久しぶりにちょっとね立ち飲みの京橋にあるね金村屋さんに行こうと思います、これからですね、ここでねちょっと軽く飲みたいと思います、今日はね今ねもう10時過ぎですよ夜のね夜の10時過ぎですけど今から飲んで、帰りますね。はい、今金村屋さんですね今から入ります。なんか今日はね意外と空いてそうなんですよ、珍しいですね。いつもね満員なのにね今日は空いてるみたいなんでラッキー、ある意味ラッキーですね。では入ります。まずはですねトマトチューハイですね。これが350円ですね、これをいただきたいと思いますよ。あてはですねもうすでにですね卵焼きマスターがねなんかね、焼きたての卵焼きがあるということで、この卵焼きは多分お姉さんが焼いたもんやと思いますよ。だし巻き、だし巻きね、そここだわりますね。卵焼きとだし巻きは違いますからね。だし巻き、これはね多分お姉さんが焼いたと思います、きっとね。これね映ったらどないしようとか言ってはりますけど大丈夫と思います。僕はちょっと食べてみて大丈夫に違います、大丈夫じゃない、ちょっと味見して美味しくなかった美味しくないって言うていいですか。大丈夫、大丈夫ですか。いけますよ、顔いっときます。いいですか、いかない、いかない。ということで今からねとりあえずトマチューをいただきます。いただきます。うまい。ここはねもうトマトチューハイね、これね結構濃厚なトマトチューハイなんですよ。100% のトマトジュースをちょっと使ってるんで結構ねいいですよ。これね二日酔いにもねきっといいと思います。二日酔いね意外となりにくいかな、多分ね、ほんでね先のちょっとね紹介した、女性ね、スタッフさんが作ったちょっとだし巻きを食べてみたいと思います。美味しいのか美味しくないのかちょっと私は分からないですけども食べてみます。だし巻きねちょっといただきたいと思います。これきっと美味しいと思います。なんか形はねうまいことね焼かれてますんでね。あれ作ったお姉さんどっか逃げていったね、あれ恥ずかしいかな、今休憩、休憩、あびっくりした、逃げていったと思いました。いただきます。いただきます。ありがとうございます。マージャンって大丈夫、ありがとうございます。美味しいやんこれ、美味しいのなんでやん、こんな美味しいのにね、めちゃめちゃ美味しい、焼きたてやから、いや焼きたてやから美味しいとかそんなことないと、これ美味しいです本当に、うまいです。木村のまーちゃんさんです。めちゃくちゃ可愛らしいですね、可愛い可愛いです。おいくつですか、おいくつですかっていうと女性に投資28歳、永遠の28歳ということでね、でも本当に可愛い、20代ですよね、結局20代でしょ、20代ということにしときましょう。僕私が見た目では20代に見えますんで、まあ、女性に ね年齢聞いたら失礼なんですけど、こういうスタッフがいてますんで木村さん、もしよかったら来てみてください、ね、最高ですから。次にですね上味筋ですね、これ600円、600円ですよ、600円でアンガス牛ですかね、アンガス牛、上味筋アンガス牛ってね、私ちょっとねやらしくて、これ端っこから食べると真ん中ぐらいからいきますよ。これうまそうでしょ、このまーちゃんが焼いたやつです。今のねべっぴんさんが焼いたねみすじステーキっていうことはもう多分美味しいですよね、間違いなくね、まーちゃん間違いなく美味しいですよね。もうまーちゃん特製のみすじステーキいただきたいと思います。うまっ、美味しいわ、焼き加減がめっちゃいいですね、美味しいです、ほんまに美味しい。あのねやっぱね上味筋はね何ていうの柔らかい、こんなんね大体ねこれ600円食べていいんですかっていう感じですよ、これおすすめ。普通の味噌汁でもね400円ですけども、もう上はねなんと柔らかさが違うかもしれません、ぜひもしよかったら食べてみてください。ここねあのね味噌汁ステーキ、まあもちろん味噌汁ステーキ頼むんですけどね、頼んだんですけども、その付け合わせがまたねいいですやん、これポテトサラダで、私大好きなポテトサラダですよ。これもね手抜きないですよ、これ見てください、これ卵たっぷり、このポテトサラダいただきますね、
あのね、きゅうりのサクサク加減と卵と、もうめちゃくちゃ美味しいポテサラダ。やっぱりね、木村屋のポテサラダ美味しいですね、うん、いつもはね、私4種盛り頼むんやけど、今日はもう4種盛りは多分ね、もうね食べれないと思います、うん、なんで、みすじステーキ大満足です。ちょっと違うな、みすじステーキは大満足やけど、ポテトサラダはどういう感じやねんって感じ話やけど、これ美味しいです。あ、ちなみにまーちゃんは先ほどの美女ねの方は週に1回か2回ぐらいしか来られないんですって、うん、一応お伝えしておきますね、うん、ちょいいです、木村屋のマスターです。木村屋のマスター、はい、こう映ってますからね、あの木村屋のマスターです、はい、はい、毎度今からトイレ行くらしいですよ、はい、どう 何しに行くトイレ行くんですか。トイレ、トイレ、あ、それは分かりますけど、あの何だ何だかいつも言いますね、知らんけどね、知らんけど、知らんけどらしいです。ありがとうございます、よろしくお願いします。酔うてますけどね、マスターも、ちょ、マスターも酔うてます、酔うてないらしい、酔うてない、今日は酔うてないらしいです。じゃあトイレ行ってらっしゃいませ、はい、ありがとうございます。これね、ほんまにね、めちゃくちゃ美味しいミスジステーキなんですよ。これね、上ミスジね、このステーキソースにね、たっぷりつけて、僕ね、このステーキソースにたっぷりつけて食べるのが好きなんですよね。これ、この、見てみてください、これ、ちょうど、このレア加減がたまんないですよね。めっちゃ美味しいよ、これ。柔らかくて、最高。それどうした、飲んで大丈夫ですか。怒涛のマーちゃんの今日は鉄板焼きバッチ。これね、ユッケ風たたきですね、たたきユッケ風かなです。300、これ350円でしょ、安いですね、350円で、安い、安いですね。しかもこれちゃんとこう卵、ユッケ風やからね、卵これね、あのこう混ぜてちゃんとね、あの肉はね叩いてますよ、あのちゃんと火通してる肉なんでね、ほんま生じゃないんでね、お間違いのないように。これね、うわこれほんま、いや、うん、絶対これ美味しいやつですよ、どう見ても。これはね、もうありありかなしか言うとありですよね。いただきまーす。いただきます。砂糖にしてはるわ、うまっ。あれはラズベリーとブルーベリーが入ってるやつ。これはね、ほんまに美味しいです、あの笑いが出てきますわ、美味しすぎて。最高。出てます。2杯目のトマチューです。満点でバンバン。そうやね、これはちょっと思うよな。これね、意外とほんまにね、トマチューっていうのはね、二日酔いしにくい、しにくいんですよね。でもね、あの飲みすぎはあのダメです、皆さんね、あの視聴者の皆様、あの飲みすぎたらダメですよ、うん、お酒はほどほどに楽しく、うん、当てを食べながら飲むっていうのはこれ大事ですからね。